皆さんこんにちは。今回は2024年3月に新料金体系になった首都圏の普通列車グリーン車の乗車レポートをお送りします。とりわけ全区間で大きな値上げとなったご休日の利用状況はどう変化したのでしょう。観光客も多く利用する日曜日の午後に熱海から新宿でグリーン車に乗車してみました。東海道線や高崎線、宇都宮線などに連結される普通列車グリーン車、2024年3月から新料金体系になり、101キロ以上の料金が新たに設定されました。さらにホリデー料金は廃止され、前日同料金になりました。土休日は全区間で値上げになっています。これまで50キロ以上は距離にかかわらず800円とお得だった土休日のグリーン車ですが、利用状況がどう変化したのか気になるところです。そこで観光客の利用が多いと思われる東海道線の熱海から日曜日の午後にグリーン車を利用してみました。 JR 熱海駅です。この日も観光客が多く訪れていました。ここから東京方面に向けて東海道線のグリーン車に乗車していきます。少し前には東京へ向かう踊り子4号が出発しましたが、目測で乗車率6割ほどと割と席が埋まっていた印象でした。対して乗車中の列車は熱海駅出発地点では 2,3 割の乗車率でした。夕方になると乗車率は上がりそうですが、特急の乗車率と比べると料金が変わらない特急を利用したという人も一定数いたのではないでしょうか。しかし各駅に停まる普通列車の利点を生かし、真鶴や根府川といった途中駅からも乗車がありました。東海道線でグリーン車に乗るメリットは2階席からのこの車窓ですね。この景色を楽しむためにあえて普通列車のグリーン車を選ぶというのもありですよね。この車窓を楽しんだところで小田原から別の列車に乗り換えてみようと思います。小田原で下車すると1階席にも多く乗客が乗り、かなりの乗車率になっていました。小田原からは反対側で発車を待つ湘南新宿ライン特別快速に乗り換えます。以前休日の午後に乗車した時には小田原駅からも多くの乗客が乗車しましたが、この日は非常に空いた状態で小田原駅を発車しました。
平塚駅からグリーン車にも乗客が増え始め、茅ヶ崎、藤沢、大船渡、沿線の各駅から乗客を拾っていきます。小田原から30分、大船駅に到着します。先ほど小田原まで乗車してきた列車に追いつきます。見た限り座席がさらに埋まり、ほぼ満席に近い状態でした。この列車に限っては平塚より東から都心方面へ利用する乗客が多く、平日日中の利用動向に似た乗車傾向でした。ということで、値上げされて3ヶ月が経った東海道線の普通列車グリーン車に乗車してきました。時間帯や方向などで違いはあるとは思いますが、昨年あたりと比べるといくらか車内が落ち着いていたかなという印象でした。今回は6月でしたので、夏休みのシーズンにも乗車してその状況を調査してみたいと思います。大きく値上げとなった101キロ以上の乗車はどうなっているのかも見てみたいところですね。今回の動画は以上になります。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。